ございます。宮城県住みます芸人のバクコメ修作でございます。さあ今日はですね、仙台の繁華街国分町にございます牛タンの老舗たすけさんに来ております。はい、牛タン定食やってまいりました。この厚切りの牛タンね、ああ柔らかいしジューシーです。ご飯が進む。もちろん牛タンは美味しいんですけども、本日の主役はこちら南蛮味噌でございます。青唐辛子を味噌につけた漬物なんですね。ご飯にのせてね、牛タンの間にアクセントで、結構辛いです。だいぶ後味ぶわっときますね。なんで牛タンにつけるようになったかとかってわかる？なんですかね。まあうちの先代のひいじいちゃんが山形の出身の方で、でそれでもともと焼き鳥屋さんだったんですよ。うまみたつけって。それで牛タンを始めるときに、まあ漬物と何か牛タンに合うものないかって試行錯誤して、なるほどっていう話は言ってました。さてというわけで買ってまいりました。こんな感じで南蛮味噌漬けをですね、お土産として購入して帰ることもできるんですね。うまみたすけさんで 150g600 円で販売しております。これね、おにぎりの具にしても刻んでチャーハンにしても美味しいんですけども、私のおすすめの食べ方はお茶漬けでございます。これがまたシンプルなんですけどね、普通のお茶漬けが格段に美味しいものになっちゃうんですよ。いただきます。ああ、もう香りが良くなるんですよ。あーうまい。わさび茶漬けとかとはまた違った辛さがありますからね。南蛮もそのままいっちゃおう。またこの味噌が溶けてね、つゆもうまくなってんですよ。思わず古畑任三郎の坂井正明さんのお茶漬けの食べ方になってしまいましたけれども、皆さんぜひ仙台にお越しになって牛タン定食を食べるときは、牛タンの横にいるこの子南蛮味噌漬けも注目してみてください。以上、宮城県住みます芸人のバクコメ修作でございました。アベマ。